仙台東映は、かつて、宮城県仙台市青葉区一番町四丁目に存在した東映系の映画館である。1948年7月3日、東一番町29に開業した公共会館が前身。主に演劇を上演していたが、わずか半年後の1949年1月29日に、国際劇場と解消し大映の冬切り館となる。その後、 1954年2月3日に仙台新東宝劇場となり、新東宝の風切り館として再出発するもビル建て替えのため閉館。1956年9月、東映の直映館として再建され、仙台東映と仙台東映パラスとなった。1960年時点の仙台市には、仙台東映の2館を含めて27館もの映画館が乱立していた。 1994年6月11日、現在地に飲食店などの商業施設を含んだビル、仙台東映プラザがオープン。同ビルの6階に仙台東映、仙台メルローズが入り、新たなスタートを切った。しかし2000年12月に12スクリーンのムービックス、仙台が開館すると、その後もムービックスリフ、仙台コロナシネマワールドなど、 シネマコンプレックスの開館ラッシュが続き、その影響で次第に業績が低下したため、2005年4月15日をもって閉館。公共開館時代から数えて57年の歴史に幕を下ろした。現在、跡地は、料亭、ネネや、居酒屋、いろはにほへととなっている。ありがとうございます。